指導めちゃくちゃ安定してます。音も以前よりいいと思います。山の方行ってみようかなと思います。いや、以前よりも明らかに力強いですね。加速もスムーズになったし、1万キロ整備成功ではないかと思います。今日はちょっと風も強いけど天気もいいからね、山を走るのは気持ちいいんじゃないかと思います。これね、さっさと5速入れちゃって3000回転ぐらいまで落ちると、以前だとねこう結構グーッとアクセルひねってもあんまり加速しなかったんですけど、加速しますね。何が理由かちょっと分かんないんですけど、明らかにパワー感は増してるよね。嬉しいよね。パワー感ってなんだ、パワー感ってなんだなんていうかこう力強いです。はいうわ、サングラス、サングラスやっぱり俺いつも忘れるな。つけてくれよかったな。いや、ほんと風強いな。風切り音すごそうだな。ごめんなさいね、多分いっぱい入っちゃうと思う今日。面白いマークつけてるな。アイルランド、北アイルランド、ウェールズ、イングランドかな、スコットランドか。そしてあれはなんだっけ、マントのマークだったっけかな、あの行かれた足が3つ生えてるやつ。なんで黒の十字はどこだろう、黒の十字どこだろうな。コンウォール、どうだろう。うわ風強っ。あのマークは本当に初めて見たな。山どうしようかな。3時間ぐらい時間あるな。サリーキャップまで行って、でコーヒーっていうのもありだし、山のてっぺんでコーヒーもありだな。どっちにしようかな。とりあえずコーヒー。
観測2000からでもガタガタしねえな。スムーズだな。天気いいから雰囲気だいぶ違うんじゃないかね。あー葉っぱ綺麗だな。真っ赤になってるね。よっつい。あー登るな。四足なのに登るな。おいいいね。6000回転まですぐ行っちゃうんだよな。まあこっからは気持ちのいい道だな。ちょっと車多いな。まあまあまあ、気持ちいいね。前詰まっちゃうな。どうしよう。この辺で一回待つかな。この辺でちょろっと待つか。あ、ここにカフェがあるんだ。へえ。よっと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 。へえ。カントリーストアカフェ。ラストストップ？グレンダロッホまで36キロ。いや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 、2カ所か3カ所あるぞカフェ。いや別にラストじゃないぞ。さてそろそろいいかな。もう追いつかないでしょ。羊いるね。
やっぱ追いついちゃったな。この辺全部立ち枯れてんだよね。うわー、鳥がもうまともに飛べてないじゃない。うわ、ガラスだ、やだな。だけどこういう道って行ったら気持ちいいんだろうな。もう絶対気持ちいいよね。いやーすごいよな、反対側も絶対気持ちいいよね。こんなとこ入ろうと思えば入れちゃうんだけどな。入ったらまずいだよねこれね。いやーでもすげえわ。あ、すごい、反対側の海まで見える。今日はすごいな。気持ちいいな。おお、揺れる。おお、中腰だわ、ほとんど。ガードレールも何にもないし、少し砂利浮いてるし。雨降ったりするともう。めちゃくちゃおっかないですね。あと中央線割り込んでくる車やっぱいますよね。あ、ガッタガタだよ。どうしようかな。ボディでブレーキにしよう。ここが俺のお気に入りの、カフェ続く道になります。よいしょ。綺麗だろうな。うわー綺麗だ。ここです、グレンクリービジターセンター。もともとはね、障害者支援施設なのかな。古い教会をね使って。あ、逆光だな、映るかな。でここにその支援の一環としてアーマリーカフェっていうカフェがあって、美味しいんですよ。美味しくてね、安くてね、気のいいおばさんがいるの。あ、混んでる。よっと、はい、お疲れ様でした。
いや調子いいわ。行こう行こう。